は世界中で愛される音楽に合わせ、ダンスをするように揺れながら回転するお皿に乗って真実の愛を描いた美女と野獣の世界を体験するアトラクションです。7歳未満のお子様には必ず16歳以上の方が同伴してください。昔遠い国の輝くお城に若い王子様が住んでいました。王子様は何でも思いのままにできましたから、すっかりわがままになり優しさを失っていたんです。ある夜、お城に年取った物乞いの女が来て、一夜の宿を恵んでほしいと言い、一本のバラを差し出しました。でも王子様はそのみすぼらしい姿を馬鹿にして老女を追い返そうとしたのです。老女は見かけに騙されて人の心の美しさを見逃してはいけないと言いましたが、王子様は聞き入れませんでした。すると老女の醜さが急に消え、美しい魔女の姿が現れたのです。王子様は謝ろうとしましたが手遅れでした。魔女は罰として王子様を恐ろしい野獣の姿に変え、お城に強力な魔法をかけました。野獣は自分の恐ろしい姿を恥じてお城の中に閉じこもりました。魔女のされたバラは本当に美しい花でした。花は咲き続けて、その花びらの最後の一枚が落ちるまでに王子様が愛することを学び、そのお返しに愛されるようになれば、この魔法は解かれるのです。でもその期限が過ぎたら、王子様は永遠に野獣の姿のままです。年月が流れ、王子様はすっかり希望を失いました。一体誰がこんな野獣を愛してくれるのでしょう。
ください。